東福寺駅、東福寺駅は、京都府京都市東山区本町12丁目224にある、京阪電気鉄道及び西日本旅客鉄道 JR 西日本の駅である。京阪電気鉄道の駅番号は、KH36、JR 西日本の駅番号は、JRD02。京都の玄関口である、京都駅の南東部に位置する駅である。 京阪電気鉄道の京阪本線と JR 西日本の奈良線が乗り入れている。京阪の駅のみ、ピタッパ、スルッと関西協議会とスルッと関西対応隠しカード、両者の駅は愛国家の利用エリアに含まれている。また JR 西日本の駅は特定特市内制度における京都市内エリアに属している。かつては京阪駅への出入り口は、 東側の本町通り側のみ、JR 駅は、京城駅舎のため両線の乗り換えは、湖線橋を渡らなくてはならなかった。2011年11月6日より、JR 線下りと京阪線上りを平面、階段なしでつなぐ連絡改札口、乗り換え口が設置され共用を開始している。連絡改札口の営業時間は7時から19時までで、これ以外の時間は、 改札口設置前と同様に古選橋を渡って一度それぞれの改札を出なければならない。なお、連絡改札口に駅出口はない。現在の奈良線京都駅稲荷駅間は、東海道線の一部として1879年、明治12年に開業したが、当時は東福寺駅は設けられていなかった。1910年。 明治43年になって、京阪電気鉄道の開業と同時に、東福寺駅が設置されたが、日本国有鉄道、国鉄の東福寺駅が開業するのは47年後の1957年、昭和32年になってからで、それも乗車券の販売などの駅業務は、京阪に委託という形をとっていた。その後奈良線側の駅は、 国鉄分割民営化後の1993年、平成5年12月に、京城駅舎化された時に人員を配置した。これにより、それまで全面的に京阪に委託されていた JR の駅務が分離され、乗り換え改め口が京城駅舎内に設置された京阪の上りホームと奈良線ホーム、現在の2番乗り場との間に壁が設置された。この当時は、 JR のホームから改札外に出入りする場合には、この乗り換え改札口の他に、京阪のホームを経て、京阪の改札口を通らなければならないという二度手間があった。これが解消されるのは2003年のことである。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅となっており、駅舎と改札口は下りホーム、東側にある。上りホームにも改札口があり、 JR の駅舎及び、外へ直接出られる通路に通じている。なお、互いのホームへは、地下道で連絡している。したがって山上方面から JR に乗り換える場合、上りホームの改札口から出て、JR 駅舎への階段を上る。有効長は7両編成までしかなく、両端が踏切に挟まれているため、このままでは8両編成分への延伸は不可である。 各駅停車しか停車しない。京阪本線で有効長が8条編成分に満たしていないのは、東福寺駅と鳥場街道駅、墨染駅、伏見桃山駅、及び、淀屋橋駅2番乗り場である。バリアフリー設備は、京都第一赤十字病院の最寄り駅ということも、有車椅子対応エレベーターオストメイト対応の多目的トイレ、展示の運賃表。 車椅子対応の幅広自動改札機など完備されていい。エレベーターは改札外にあり、JR のみ、利用の場合もこのエレベーターを利用する。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で、京上駅舎を有している。有効長は6両編成分である。分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。かつては単式ホーム1面1線。 現在の2番線のホームしかなかったが、大枠駅と同様に改築された。改札口は1箇所のみ。なお、紅葉シーズンの再混雑期の休日には、2番線ホームの奈良方端から、踏切脇に直接下車できる臨時改札が設けられる。宇治駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託している、業務委託駅である。 IC カード乗車券、アイコカが利用することができる、相互利用可能 IC カードは、アイコカの項を参照。京都市統計省及び京都府統計省によると、1日平均乗降人員と1日平均乗車人員は、以下の通りである。駅名となった東福寺は、秋の紅葉シーズンに観光に訪れる人が多く、駅構内が狭いなため特に混雑する。 この際、隣の京都駅や管理駅の宇治駅から JR 西日本の正社員が派遣され、旅客誘導に努めている。2006年の秋から JR 西日本と京阪電鉄が共同で京都市東山区一帯の道路渋滞に巻き込まれない移動手段として京都駅、JR 東福寺駅、京阪七条駅、清水五条駅、 祇園市場駅という帰ルートを観光客に案内している。京阪グループでもある京都タワーの外壁には、祇園、清水へは京阪電車、JR 東福寺駅と直結と乗り換えルートの案内広告を掲示したり、ガイドマップを配布するなどして PR に努めている。2008年秋には、東海道本線、JR 神戸線、立花駅神戸駅から、 東福寺駅までは JR 線を利用し、その後は京阪線を利用して京都方面の紅葉観光をするというルートを想定した企画切符が利用期間を定めして発売されるなど京都観光促進のための連携強化を打ち出している。なお、これに伴い JR 西日本は京阪電鉄の所有する敷地約34平方メートルを沈借して ホームを克服している。両社の連携強化によって、当駅の利用客数は増加傾向にあり、特に行楽シーズンの増加が著しい2008年11月23日には、京阪東福寺駅で過去最高となる4万8000人の利用を記録した。年間平均でも1日あたりの利用者数は10%以上増加し、事実上各駅停車しか停車しない駅ながら、 利用者数は、隣駅の特急停車駅である七条駅より多い。また、JR 東福寺駅の利用者数も増加している。駅改札は本町2に接し、少し南に歩けば、九条2、京都府道143号篠宮4続河線となる。駅前は小規模な商店等が立ち並ぶ佇まいである。当駅には、バス路線は乗り入れていない。最寄りバス停は、 京都市バスの東福寺、東福寺道である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。